どうも、ミネです。今回からこの、テイルズ・オブ・ベスペリアをプレイしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。一応ね、若干ね、聞いてて、お前が今までプレイした、ベルセリアとか、アビスよりは穏やかな物語だと聞いておりますので、ちょっとね、こう、穏やかな気持ちで楽しんでいこうと思います。今まで本当にね、辛いことが多くて楽しいんだけどね、楽しいけど辛いことが多かったんで、純粋に楽しんでいこう。ん？はいはい、コンティニュー？うん、いや、ニューゲームで。結構ぬるって動いたね、さっき。ゲームを始める前に初期設定を行います。はい、メッセージスピード、吹き出しで表示されるメッセージのスピード、まあ、早いとかでいいんじゃない。ノーマルかな。振動オン、カメラ まあ、どうせ後で変えれるでしょう。戦闘、この辺も。戦闘エンカウント確認、敵グループを見渡すカメラ、わからん。とりあえず、まあ、初期設定でいいか。開始します。はい。この世界、テルカリュミレース。そうか、また、俺は、大地と海がどこか、用語を覚えていかないといけないのか。知る人はいない。なぜなら、世界にうごめく魔物たちに比べ、人はあまりにも弱い。やっぱどの世界でも魔物みたいなのがいるんだな。我々の住む町を守る結界、我々は己を守るためにその中で生きながらえている。それをなす核となるブラスティア。なんで世界に満ちた窓を切って書いてあったけど、エアルを使い、ブラスティアは、ブラスティア、水、光、繁栄に必要なありとあらゆるものを今日まで我々に与え続けてきた。発電機みたいな、それのもっとすごい版みたいな感じかな。ブラスって結構キーになってくるのかな、そういうのが。俺聞いてた明るい話って聞いてたんだけど、なんかえらい拍子が。やがていつの日か、結界の向こうに凶暴な魔物が生息することも我々は忘れてしまうのだろう。かりそめの繁栄王みたいな話か。繁栄と成長を続ける世界、真ん中のあれは何なんだ。全ての人々のための平和、ブラスティアの恩恵によりさらなる発展を遂げていくだろう。え、そんなサクッと取れんの？あれブラスティアかい？倒せないことはないのか。なぜこの町の結界はどうなっているんだ。宮野守るか。あれ外しただけでこうなんのか。平和の礎である、帝都ザーフィアスより願う。世界が穏やかであるように。これが主人公か。あ、この子可愛いなってずっと思ってたんだよ。ユーリー、大変だよ。これ自動送りとかないのかな。でかい声出してどうしたんだ、テッド。思ったより低い声でちょっとびっくりしてるんだけど。
どうした？あれほら、アクエブラスティアがまた壊れちゃったよ。アクエブラスティア、ああ、全部統括して万能機ってわけではなく、それぞれあんのか、火とか水とかそれぞれにあんのか。さっき修理してもらったばっかりなのに。なんだよ、厄介事なら騎士団に任せとけって。そのためにいいんだから。えらい、なんかこう車に構えた主人公だな。下町のために動いちゃくれないよ、騎士団なんか。下町、世話好きのフレンがいいんだろう。もうフレンには頼みに行ったよ。聞いてくれなかったからこっち来たけど。でも合わせてもらえなかったの。はあ、俺フレンの代わりか。いいから早く来て、人手が足りないんだ。降りてきなさい、あんたも手伝うのよ。ちょっと待ってよ。大変だなお前も。もう有利のバカ。騒ぎがあったらすっ飛んでくるやつなのに。それを置いてもなんかしなきゃいけないことがあるとかじゃないの？あの調子じゃ魚しか住めない街になっちまうな。ベネチアみたいな。ベネチアはそうじゃないけど。水みたいなのが流れてきてるよ。テーとザービアス。ザービアスか。用語覚えていかんといけんのが大変だな。この子何なの？めっちゃ可愛いんだけど。ユーリ！なんか一言ぐらい。下町の日常について。昨日は昨日で騎士団との揉め事に駆り出されるわ。今日は今日でアクエブラスティアが壊れると来たか。なんだってこの下町は毎日騒がしい事件が次から次へと起こるんだろうな。わかってるよ、ぼやいてても仕方ねってんだろう。ラピードっていうのか。でもあいつ喋る系だと思ってたんだけど喋んないんだ。アクエブラスティアが壊れたか。無理はない。下町にはオンボロブラスティアしか当てがわれないからな。これちゃんと読み仮名ついてくれるのありがたいね。やっぱあれなんだ。下町って本当に文字通りの下なんだ。何としても止めるんじゃ。なんだ、どでかい宝物でも沈んでんのか。でも有利には分けてやんねえよ、運の遅かったから。世知がない、ね、そう、世知がない世の中なんだよ。ブラスティア修理を頼んだ貴族の魔導士様もいい加減な修理しかしてくんないしな。有利、やっと顔を出しおったか。じいさん、水遊びはほどほどにしとけ。もう若くねえんだから。その水遊びをこれからお前さんもするんじゃよ。えらい不穏な音楽流れてるけど。はい、あ、運べ。1、2、1。アンクスじいさん頑張ってるね。これ結局何しろ感じてんのさ。修理代先頭立って集めてたのじいさんだから。その結果がどうかんと。けど魔導士が手抜き修理するのはじいさんの責任じゃねえの。まあな、じいさんもばあさんの形見まで手放して金を工面したっても。形見までか。じいさん、コア見なかったか。ブラスティアの真ん中で光るやつ。
じゃあのないのか。まあコアがなければブラスティアは動かないってんだ。最後にブラスティア触ったのは修理に来た貴族さん。モルディオさんじゃよ。貴族街に住んでるのか。そうじゃよ。俺もういいから、ユーリもみんなを手伝わんか。悪い石さん、用事を思い出したんで行くわ。待て、待たんか。まさかモルディオさんのところへ行くのではあるまいな。それ以外ないと思うけど。貴族様の町に、これがあんな息詰まって気分悪くなるとこ、用事があっても行かねえって。ボディブラスティアで技を使えるからって無茶だけはするんじゃないぞ。そういうタイプ、本当にいろいろなタイプのブラスティアがあるんだね。また無茶せんといいな。どうでしょうね、あいつ下町のことだといつも無茶します。おかげで騎士団に目をつけられよって。まあいつものことですから、うまくやってきますよ。貴族が下町の修理に来るんだね。まあお金を取るとはいえさ、貴族しかそのブラスティアの技術を学べないとか、そういうことか。そうなのか、ちびっこ。帝国騎士団ってかっこいいよな。俺は大人になったら騎士になるんだ。ふーんって。結界と城壁に守られているこの帝都はどこよりも安全さ。帝国のお膝元だから町は常に騎士団が守りを固めてくれている。それが安全じゃなくなるんだろうな。なんかすごい格好してんなお前。貴族にあらずんば人にあらず、この言葉知ってるか。もっと知っけ、君たちに教養などあるはずもなかった。お前、俺が左手に剣を持ってることを理解してるのか。でもこんなさ、プラン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 剣持ち歩いて大丈夫なのかな。こっちかな。君、なんだか大変なことになってるみたいだね。ん？誰だ？ここだよ、ここ。僕はワンダー記者。ワンダー記者。起こった事件の記事を毎日お届け。君は新聞を読む習慣はあるかい？え、ない？そりゃいけない。ネットニュースっていうか、普通のあれだな、ニュースサイトとかで見る程度だな。今日のこの大変な出来事も君のところへ届けるよ。いつでもどこでも気軽に読めるワンダーログ、利用してくれよな。なんで壁の中にいるかは秘密では。さらば、ワンダーログ。ワンダー記者たちが配信するニュース記事をスクラップ。今までの足取りが分かる。ワンダーログを入手したことで、メニューのライブラリからあらすじが読めるようになりました。あらすじ？違う、これか。あ、ライブラリ。あらすじ。あー。今、こういう状況ですよっていうのが見れるのか。あ、めっちゃわかりやすいな。こっちかな。とりあえず上の方だよな、貴族街なんて。おい、聞いたか？下町のブラスティアの件。はい、故障したのを直そうと修理費を集めたとかで。ああ、連中宝物まで売って金を工面したらしいぞ。宝物ですか？どうせガラクタだよ、ガラクタ。1ガルドにもなりゃしない。1ガルドにすら、そりゃどんな宝物なんですかね。一度見てみたいもんです。だからガラクタなんだよ。あんなに言いたい放題じゃハンクス爺さんも肩なしだな。あ、確かにガラクタだけどさ。誰だ？こんなんやったら捕まんない？大丈夫？メットつけてんのに、どんなスピードで投げてんだ。ガラクタの価値もわからねえなら、お前らはガラクタ以下だよ。ラピード、終えるか。ここもコアやられてやがる。こりゃ随分と手癖の悪いのが嫌がるな。ああ、なんか
光るのかな。あ、光るのか。街灯ってことか。にしてもさすが貴族様の町、コアの一つや二つじゃ誰一人騒がねえときたか。下町はコア一つでお祭り騒ぎってのに、余ってるなら下町によこせってんだよ。みっけ。有利の貴族か。相変わらず貴族様は優雅なもんだ。すぐそこの下町で起こった事件なんか関係ねえと思ってんだろうな。自分に害がないと興味も示さない。家でかくしたり身なり良くしたりする前にもっと貴族らしい器のでかさを見せてほしいもんだぜ。なんで犬なのかわかんないけどパイプ加えてんだろう。すごいな。家の庭にあるもんなのか。馬車みたいな感じ？すごいな、これ。ここか。そんな直で入んの？なんか人の気配がしねえな。他に入り口はねえのかな。手に入るパターンかい。大丈夫かそれ。スペクタクルズ。敵のステータス詳細を調べることができる。太陽に向けて覗いちゃダメだ。約束だぞ。何、ルーペみたいなこと。はい、ということでじゃあここで一旦区切りましょうか。次回この続きからここを侵入していきましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。